さあ続いてご紹介する企業様なんですが、ミシェルさんはプロスポーツ選手時代も凄まじいトレーニングを積み重ねてきたと思うんですが、今はどんなふうに体のメンテナンス、体のことをいたわっていらっしゃいますか？今はあちこち痛いからね、静かに歩く本当ですか？痛みが出る前にちょっとこうマッサージって、コントロールしてもらうことね。あ、そういうのがすごい大事ですね。大事ですね。そこで次にご紹介するのは、国家資格を持っていらっしゃって延べ1万8000人以上の方の美と健康をサポートしてきているこちらの企業様です。どうぞ。日本の国民病とも言われ、多くの女性を悩まし続ける肩こりや腰痛、ストレス、疲労、生活習慣の乱れ、数多く存在するその要因は、世の女性たちが追い求める癒しや安らぎへとつながっていた。そんな心の休息地となり、最高のひとときをもたらす企業がここにある。内外治療院附属メディカルリンパダンテブラ、院長山岡愛。多くの女性の憧れである美容・健康の両立をモットーに、兵庫県で店舗を構えるダンテブラでは、数多くの施術によって打ち出された院長独自の治療法で、これまでにはない癒し、そして安らぎをお客様へ最高の形で提供し続けている。今回は美と健康のスペシャリスト山岡愛をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。まずダンテブラという素敵なお名前がついてるんですが、どういう意味なんですか？はい、ダンテブラはフランス語なんですけれども、はい、あなたの腕の中に包まれるようにっていう意味です。ダンテブラ、ダンテブラ、あなたのだよ、手っていうのはあなたから、ダンテブラ、なるほどねっていうね聞かなきゃ分からなかったみたいな。開業のきっかけから教えていただけますか？はい、私の、父がすごく影響してるんですけれども、父がもともと代替医療とか予防医学をに基づいた治療院を開院してまして、で私が幼い頃に父の病院に一緒に連れて行ってもらう機会がすごく多かったんですね。でその時に患者さんが最後に、先生ありがとうっていう言葉をすごい言われるから、なんか幼いながらに、あ、すごいこうやって言われる仕事って素敵だなと思って、で父の勧めで柔道整復師っていう国家資格を取って開業することになりました。あ、柔道整復師の方を取られたんですか？はい、そうなんです。今日ね、免許証もお持ちいただきましたあ、そうか、国家資格ですもんね。いや、違うんだよ。もちろんね、はい、素晴らしいんだけど、ね、まさか柔道整復師の方ではないと思ってたの僕は。そうなんですよね。柔道整復師さんの国家資格をお持ちでいながら、はい、リンパマッサージという美容の世界に行かれたんですよね。いや、美容の方の先生だと思われ、僕は考えて、非行に今座らせていただいたんで柔道整復師みたいな、そうなんです、はい、実は早く直してくれ足みたいなそうですよね、ミシェルさんね、そうなんです、そうなんです、ね、あ、そうか、はい、それはでも なんでそういう珍しいパターンになったんですかでもやっぱり父が医療業界にいたっていうのもあって、だからまあこういう資格を取ったら、すごいいろんな方のお役に立てるよっていうので教えてもらったので、 あんまり美容をするっていう概念がその時はなかったですね。はい、お父様だけでなくて、でもお母様の影響もあったっていうふうに。はい、そうなんです。母が、結構もともと体がすごく弱くて、で過度の過呼吸っていうんですかね、呼吸困難になってしまったりとか、あとは高血圧がすごいひどくて、で薬ではすごい限界があったんですけれども、その時にたまたまリンパマッサージっていうものを知って受けたところ、すごい自分の体調が改善していったっていうところ で私もすごいそれを身近に見ていたので、すごいなリンパマッサージって思って、まあ、それがきっかけで私もリンパマッサージっていうものを知るようになりました。
今その2つを融合されて、はい、あのサービスを行ってらっしゃいますけれども、そうなんです、はい、それは本当に珍しいことなんですよね。そうですね、やっぱり治療もしながら一緒に美容もするっていうサロンさんってなかなかないと思うんですけれども、まあ、なぜ私がそれを融合しようと思ったかっていうと、うん、あの柔道整復師 の技術範囲だけではできることがちょっとこう限られていることもありまして、で例えば骨格矯正はできるけどリンパマッサージではその骨格矯正はできない、でリンパマッサージではその免疫力を上げることはできるけど柔道整復術ではあの免疫力を上げることはできないっていうような、そういうお互いのデメリットをこう補えるようなところがすごいなと思って、あの融合をするっていうことをあの自分で編み出しました。すごいね、本当にミシェルさんのおっしゃる通り、ね、鬼に金棒ですね。追求していったらそういうふうになってきたっていうね、うん、はい、そうですね。なるほどな。これまでどれぐらいの方は施術されてきたんですか？あ、はい、あの約1万8000人させていただきます。はー、その中に僕が入ってないですよね、まだね。なんとも寂しいみたいなね。もう現役時代だったら特に通い詰めだったかもしれないです ね。そうなんです。だからあのプロ あのスポーツ選手の方とかも来てくださったりとかして、うん、はい、こんな硬いやつ大変でしょ、この細身でね。そうですね、結構気合い入れて気合い入れてね、ほるーみたいな、いけないとね。力任せじゃない、まあ、僕の時は優しくね、もうね、現役終わっても走りませんからもう大丈夫ですから、はい、こっちは走りますけどね。1万8000人ですよ。すごいね、そんなにやられてこられたんですか。1万8000人の方を施術してきて、うん、なんか生み出されたものがあるんですよね、はい、教えていただけますか。それがあの山岡式メディカルリンパっていうものなんですけれども、うん、はい、山岡式、もう自分の名前がついてる体操選手の技みたいなもんだよね。そうですね。柔道整体師から美容の道へと進んだ山岡が編み出した山岡式リンパマッサージとは一体どのような技術なのだろうか。でその山岡式メディカルリンパの中で、あの3つ大事にしていることがありまして、で1つがあの体温を高くするっていうこと、で2つ目が腸内環境を整えるっていうこと、で3つ目があのリンパの流れを良くするっていうことで、この3つを総称してあの、まあ、やっぱ美と健康につながるかなっていうところであの提唱させてもらってるんですけれども、その、 あの3つ目の、リンパの流れを良くするっていうところに、うん、まあ、独自の山岡式メディカルリンパマッサージっていうあの技術を用いて施術させていただいてます。ここで宮澤ミシェルも山岡式リンパマッサージを体験させてもらうことに。では山岡さん、早速もミシェルさんに体験の施術をお願いします、はい、もうやる気満々です。力入れるためじゃなくて、いやリラックス、リラックス、すみませんけど、はい、じゃあ失礼いたします。クリームを使うんですね。はい、ちょっとこのクリームも、はい、父が開発したもので、はい、ちょっと水にこだわって使ってるクリームなんですけれども、ちょっとこれを使ってさせていただきたいと思います、はい、はい、ちょっとまず手から触ります。約束、幸せね。いいですね、今日はなかなかね。あ、もう痛そうな顔されてますね。でリンパってこういう骨の隙間とかにも詰まってるんですけど、結構詰まってらっしゃいますね。何ですか。でちょっと失礼します、こことかも。痛そう。でミシェルさん詰まってるんですね。もうしかも笑顔でさ、あ、詰まってますだねってこの可愛らしさで言われてもね。あの詰まってるとやっぱり痛く感じるんですよ。で詰まってない方って触ってもあんまり痛がらなくて気持ちいいっておっしゃってくれるんですね。昨日久しぶりにあの釣り輪みたいのにぶら下がってガッってやってたもんね。あ、そうなんですか。トレーニングされてたんですね。すいません、こっちもお願いできます。でちょっと腕も触らせていただきますね。でこのように心臓に向かってちょっと圧をかけながらリンパを流していくんですけれども、例えばこのゴリゴリ言ってる、はい、これがリンパの詰まりなんですよ。こういうのをリンパの詰まりっていうんですか。そうなんです。でこれって流れていくとあのゴリゴリがなくなっていくんですね。あ、なるほどね。いやいや全然細かくこう砕けてリンパが流れて、もう全然なくなってきた。こういう感じでリンパって結構すぐ早いですね。こんだけあれなんだね、はい、
これ足もね全部で足が本業なんですよ。ありがとうございます。いやもう少し見てよ今どちらで会員されてるんでしたっけ。はい、今は新神戸とあと三宮と2つ院を構えさせていただいてるんですけど、関西のあちらの方でね、はい、眺めが素晴らしい場所で会員されてると、はいはい、そうなんです。結構やっぱり神戸ならではの絶景を楽しめるような、やっぱ女性ってそういう視覚だったりとか、そういう五感から癒しを求めてらっしゃる方がすごく多いので、うん、新神戸本院はそういう景色で楽しんでいただきながら、ゆっくり自分のプライベート空間を楽しんでいただいてっていうことで、今1日2名限定でさせていただいています。はい、もうじゃあもう寝ちゃうね本当ですね、はい、教えることもされてるんですよね。はい、そうなんです。自分の母校である柔道整復師の国家資格を取れる学校だったりとか、あと新旧の学校でも山岡式メディカルリンパマッサージを教えさせていただいてます。すごいじゃん、もう認められちゃって。結構そのリンパマッサージって日本ではまだまだ医療行為としては認められてないので、リラクゼーションとか美容のようなイメージが多いんですけれども、やっぱりそういう医療的な分野の勉強をした生徒さんがやることで根本の改善につながるようなことだったりとか、まあ様々な自律神経整えるだったり、はい、本当に鬼に金棒で国家とそして美容をコラボされている山岡さんでいらっしゃいますけれども、はい、今後の新たな展開だったり目標も教えていただけますか。はい、展開としては2つ今考えていることがありまして、で1つ目がやっぱり山岡式メディカルリンパを広げるためにやっぱりどんどん弟子を増やしていきたいなって思っている段階で。弟子、はいやっぱり自分一人では施術できる人数も限られてしまうので、ね、そうやって同じ思いだったりとか技術を持った人を増やして、で、まあ、私の母のように薬に頼らなくても、まあ、健康で元気な人を増やしていきたいなって思ってます。で2つ目がリンパマッサージっていうのはもともとはフランスから来た代替医療の医療行為として行われている一つのものなんですけれども。フランスですか。そうなんですよ。だから将来的には山岡式メディカルリンパマッサージをフランスに逆輸入して、うん、でまあ、リンパを通して日本の美容文化とかも伝えていけたらいいんじゃないかなっていうところを思っています。素晴らしい、ね、本当にこちらにも、ね、会員してほしいですね。ね、それが健康的に美しくなったら男性はバリバリ元気になりますので、その辺もよろしくお願いします、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。